さあ皆さん、じゃあゲームイズライブです。はい、皆さんこんにちは、しろです。というわけで今回はお知らせの方になるんですけれども、はい、しろスポンサーシップ始まります。はい、というお知らせになります。で、まあちょっとね、Google さんとか YouTube さんの方から、やってみないっていう、きっかけをいただいて、まあ、これまで他の多分 ね実況者さんとか、はい、配信者さんとかはすでにやられてる方多くいらっしゃったと思うんですけど、まあ、僕らも特にね、知らなかったというのもありますし、あんまりねそういうのはやってこなかったんですけども、まあ、今回はねこれをきっかけにちょっと僕らもやっていこうかなというところで、YouTube の方のスポンサーシップ、ね、ちょっとこれ始めさせていただくんですけれども、結構コメントとかでも、そのなんかスーパーショットはないんですかとか、かなり他の YouTuber さんがやられてるんで、それが多分認知がどんどん広がってってて、で僕らの方にもなんかそれないんですかみたいな、そうね、やりませんかみたいな、結構コメントとかもいただいてたんですよね、古くから見てくださってる方とか、最近見始めた方もね、で、まあ、これを機に、それをオンにしました。なんで今回はその説明の動画になると思います、はい。でまあ、スポンサーって何っていう方が、多くの、ね、方は、僕らもそうなんですけども、いらっしゃると思うんですけども、まずちょっとねお金が、かかってしまうんですけども、月額490円で、僕らの、 スポンサーになっていただくということになります。でそれしていただくと、メンバーみたいな形になって、特典があります、まず一つ目、バッチ、チャンネルバッチみたいなものが、与えられ、なんかコメント欄の、ところで、自分の名前、例えば、シロって名前で、YouTube のチャンネルのコメントをしていたってなると、そこのスポンサーになると、そのシロって名前の隣にバッジが表示されるようになるんですよね。バッジです。はい、なんでコメントするときに僕らがそのスポンサーの方だなっていうのが認知できるようになっております。とりあえず一つ目、そのバッジっていうなんかその特典が一個あるってことですね。はい、次、限定絵文字。これまでなんかチャット欄で普通にいろんな絵文字が多分あったと思うんですけども、それに僕らが作成した、アップロードした、絵文字を使えるようになると。そうですね。これもだから普通に、さらにさっき翔さんが言ったように、その白、で直しのバッジがあって、そうコメちょめ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 言った後に、ポンみたいな、スタンプが1個つくみたいな感じで、使っていただけるあれはちょっとね素直にすげえと思いました、で今回まあ普通にそうこの、バッジも絵文字も驚いたんですけども、主にねこの2つが、スポンサーの特典になりますね、あとはもしかしたらね、そのスポンサーだけの配信とかなんか投稿があったりまあ多分そんなやらないと思います。するかもしれないということもあるみたいです、やるとしても、で、バッジとか、バッジはそうですね、継続で、変わっていきます、新規1ヶ月、2ヶ月、6ヶ月、1年、2年で、バッジがグレードアップしていくって感じですかね。そう、グレードアップしていくんで、そこはぜひねせっかくであれば継続していただきたい、でもちろんスタンプの方も随時これメンバーの数に応じて増やすことができますんで、そこもね臨機応変に増やしていきないかなと思ってます。あとちょっともうこれ最初に言うべきだったんですけども、もうすでにねそのシステムが始まってまして、現段階でもう登録してくださってる方本当にありがとうございます。ありがとうございます。で以前のゴージャスライブだったりとかも、スーパーチャット投げてくださった方ももうすでにいらっしゃいまして、気づいた方が、びっくりした、なんで、その辺を見直していただければ多分どういうシステムになってるかってのは多分分かると思うんですけど、その説は本当にありがとうございました。どうやってなるのっていう方が多分いらっしゃると思うんですけども、概要欄に、今リンク貼っているんですけども、そちら飛んでいただけると、多分僕らのチャンネル登録っていう、ほとんどの方がね、登録とか登録済みになってると思うんですけど、そこの横にメンバーじゃない方はメンバーになるっていうボタンが出てきてると思うんで、そこから入っていただいて、流れで、登録していただけると嬉しいです。ただ、クレジットカードとかも、お持ちでない方はねちょっとなることは登録、できないかもしれないんで、そこはちょっとご了承ください。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで一通りちょっとねスポンサーについての説明になったんですけれども、月チャーシンとかは多分ね、なんか僕ら今まで基本的にはやっぱゲーム実況しかやってこなかったと思うんですよ、特にライブ配信では絶対ね、ただなんか他のねなんかラジオみたいな感じにしてもいいのかなと思ってますんで、スポンサーの人からテーマ募ったりして、そういう感じで考えてますんでね。そうですね、なんでゲームとはやらないですけど、普段あんま話さないような、例えばなんか
メンバーの方からお題を募集して、例えば悩み事を教えてくださいみたいなので、その悩みを僕ら二人が答えて、確かになんかそういうラジオにしていきたいですよね、はい、なんでそれを月1でなんか1時間とかやっていくイメージが、そのメンバー限定になってしまうかもしれないです。今のところちょっとそうなるかもしれないですね、そういうのもちょっと考えたりしてますと。なんか楽しみだな、意外に。そう、意外楽しみなんですよね、意外にラジオとかで。あんまり やったことないじゃないですか、やったことない、さすがに。そう、はい、ゲームもなくて普通に話だけだから、そうね、はい、でしかもがっつりなんかそこのね、質問とかにもなんか質問っていうかがっつり答えてこなかった部分あるしね、その辺だから しっかり向き合って、しっかり向き合ってどういう話なのか分かんないですけど、でも俺は玄関話しちゃうけど、ピロさんまだ話したでしょ絶対。あ、そうそうそう、俺ですら知らないことめっちゃありますからね。そっちの方では確かにね、はい、あのもうちょっとこう嘘と真実の割合をこう、うん、はい、あれしていって、でまとめてツイッターにあげられるんでしょ結局ね結局 結局ね公になるっていう、はい、はい、なんでまあ皆さんぜひ、まあでもこれ全く強制でも何でもない、そうですね、もう全く強制じゃないんで、はい、普段通り見れるし、本当ですね、そもそも。あと一つだけ先に言わせていただくのが、スポンサーになってくださったのは本当にありがたいことじゃないですか、で僕らももうそれはすごい嬉しいことなんですけども、それがあるからといって、そのなんかスーパーチャットだったりスポンサーに関わった人と関わってない人をなんか別に捉えるような見方は僕らは一切しないつもりなんで、コメントとかも今まで通り読みますし、既存で応援してくださった方でね、やっぱりね、そういう登録とかもしないって方でもやっぱ、まあ、結構名前覚えてるから僕正直大丈夫だと思ってるんですけど、この人数がいてもね、まだまだ楽しくやっていこうと思ってるんでね、そうですね、本当にまさにその通りで、はい、まあ、本当は経費だってなく、でもまあなんかね、スポンサー登録をきっかけに、知ったりするっていうの、確かに、やっぱりそれでコメントしてくれる、そうこれで新たに、そう、違うコミットの仕方っていうのもね、はい、これはこれであると思いますんで、まあお互いなんかよりいい関係が築ける、はい、なんかいやいや、ね、お見合いみたいなんですけど、お互い本当よりいい関係が築けたいんでね、まあ、言葉足らずですけど、でも本当、はい、気持ちが伝われば嬉しいですね、僕らもこれ初めてなんで、はい、そうなんですよね、ちょっとね、なんかだから本当最初ご迷惑をおかけする点もあると思うんですけど、ちょっと一緒にね、このシステムを、ね、一緒に理解していこうかな、よりだってこれまで、はい、そうね、より直接なんか、まあ、オフ会とかも多分やってきたと思うんですけど、よりなんか、ね、より本当でもそういうことなんですよね、多分ね、そういうことですよね、 YouTube 上で映像なんかモニター通してよりなんか、親密にお互いコミュニケーションできるっていうことだと思うんで、楽しみでしかないんですけども、ぜひね、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントなんでだからね、いろいろなんか待ってますんで、あとなんかそのラジオとかだったらこういうのやってほしいとかありましたら、なんか企画とかも ね結構視聴者さんのアイディアで僕らも動画、多分作ることになると思うんで、やったりするんで、普段ね、よろしくお願いします、よろしくお願いします。いや、まあでもこれナウシロファンクラブじゃんっていう人はちゃんとよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今回もゲームでラジオ4からお送りしました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。